おはようございます。ただいまから、令和5年第5回9月宮津市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。本日、小野孝之さんから欠席する旨届け出がありましたので、ご報告いたします。日程第一諸報告であります。地方自治法、 第243条の3、第2項の規定により、公益財団法人、宮津市民実践活動センター、経営状況説明書、及び、単語土地開発公社、丹後地区土地開発公社、経営状況説明書が提出されておりますので、ご覧おき願います。次に、監査委員から、 地方自治法第235条の2第3項の規定に基づく令和4年度追悼整理期間中の4月分5月分の一般会計特別会計及び令和5年度5月分の一般会計特別会計基金等並びに令和5年度5月分6月分の水道事業会計 下水道事業会計の例月水道検査結果報告書が提出されており原文は議会事務局に保管しておりますのでご覧おきを願います次に会議規則第167条の規定に基づきお手元に配布の報告書のとおり議員を派遣いたしましたのでご報告いたします 日程第2会議録署名議員の指名を行います会議録署名議員は会議規則第88条の規定により育成康則さん堀美紀さんを指名いたします以上のお二人に差し支えのある場合は次の議席の方にお願いいたします日程 第3会期の決定を議題といたしますお諮りいたします今定例会の会期は本日から10月10日までの43日間といたしたいと思いますご異議ありませんか異議なしと認めます会期は本日から10月10日までの43日間と決定いたしました 日程第4議第54号から議第69号までの16件を一括して議題といたします提案理由の説明を願います木崎市長おはようございます本日から9月定例会をお願いいたしましたところ 議員の皆様にはご多忙のところご指摘をいただき誠にありがとうございます本定例会への提出議案でございますが決算認定人事案件条例改正補正予算など24議案を本日提案させていただきますよろしくお願いを申し上げますそれでは初めに議第54号から議第67号までの一般会計及び 特別会計の各会計、歳入、歳出決算の認定につきましてご説明申し上げます。令和4年度は第7次宮津市総合計画の2年目として、共に作るみんなが活躍する豊かな町、宮津の実現に向けて、未来を作るスピードをアップさせるとともに、第2期行財政運営指針に基づく財政健全化の取り組みを着実に実施いたしました。 同時に新型コロナウイルス感染症及び原油価格、物価高騰への対応についても、きめ細かに当たってまいりました。コロナ禍における物価高騰に対する生活支援対策では、消費喚起による事業者支援対策も合わせ、宮津市プレミアム付き商品券発行素数2億6000万円の発行を行うとともに、令和4年度に新たに住民税 非課税となったた。世世帯帯等に対ししして、万円を支給しました特に子育て世帯には子育て世帯生活支援特別給付金事業としてひとり親世帯と住民税非課税の子育て世帯に対して児童1人当たり5万円をプッシュ型で支給するとともに地位独自の取り組みとして児童1人当たり5000円分の商品券と 児童1人当たり1万円の生活応援給付金さらには新生児には10万円の出産応援給付金を支給するなど子育て世帯をしっかりと応援しました経営支援対策ではポストコロナウィズコロナに対応するためのデジタル化や業種転換等を行った事業所に対する支援を継続実施するとともに急激な原油価格等の高騰による影響を受けている 市内事業者等の光熱費等の経費を支援しました。また、経済回復対策として、早期の観光需要の回復に向け、観光戦略推進チームによる宿泊や飲食に使用できるクーポンの発行や、教育旅行の誘致補助などの観光誘客キャンペーンを実施したほか、感染防止対策を強化した上での海水浴場の開設など、夏季シーズンの賑わいづくりにも取り組みました。 こうした取り組みの結果観光入り込み客は対前年比で約37%増加宿泊者数は約50%増加するなどを回復することができました本年5月8日には新型コロナウイルス感染症の感染法上の分類が5類感染症へと移行し新型コロナウイルス対策は大きな転換点を迎えましたが今もなお 感染拡大の懸念や原因をはじめとする物価の高騰も続いていることから引き続き市民の命と健康と暮らしそして地域経済を守るため全力で当たってまいりますそれでは共につくるみんなが活躍する豊かなち、宮津に向けた主要な施策の成果についてであります2つの重点プロジェクトの1つ目若者が住みたいまちづくりプロジェクトについて 宮津に関心がある人、宮津に住みたい人を増やすため、都市部からの副業プロ人材、宮津未来戦略マネージャーとともに、地域資源を活用した観光プログラム作りを進め、また、令和4年5月にオープンした、前置き年クロスワークセンター宮津における、都市部人材等との地域との交流イベントやツアー事業などの開催により、地域と多様な形で関わる人々である、 関係人口の創出・拡大を図りました。そして、全地域での京都府移住促進特別区域指定を目指す中で、新たに4地区が指定され、住まいの将来講座の開催や、お試し住宅の整備支援など、地域とともに空き家、空き地を生かす取り組みを進めるとともに、宮津上東タウンの重厚リノベーションを実施し、医療、福祉分野のエッセンシャルワーカーや、 40歳未満の若者を対象に12個の入居募集を行い市外からの移住者8世帯10名を含む12世帯17名の入居があるなど住みやすい住環境整備に努めましたまた農産漁村の新たな担い手の確保に向けて市内3地区、畑地区、干潟2地区、八原、脇の浜地区で取り込まれた集落紹介パンフレットの作成など 受け入れ体制の構築を支援するとともに農業体験地域交流プログラム宮津農旅インターンシップの実施により新たな担い手候補の呼び込みを行いました次に宮津に住みたい宮津に住み続けたいと思える環境を整えるため出産期においては安心して出産子育てができる環境を整備するため保健師による伴走型相談支援を行うとともに 経済的な支援として妊娠期に5万円出産後に5万円を支給する宮津市出産子育て応援給付金を給付いたしました就学前期においては保育士配置基準の拡充子育て支援センターにっこり屋での託児サービスの施行子育て支援団体との共同による親子で楽しむ学びと遊びと学びラボ授業 パパママからの情報提供による SNS での情報配信など新たに取り組みました。学校教育においては、小中一貫教育やコミュニティスクールを推進する中、非認知能力の育成や夢、志、豊かな感性を持った人づくりにつなげるため、ICT 利活用による授業改善や、地域資源を活用した課題解決型学習の実践による、地域への 愛着と誇りを育むふるさと宮津学を推進するとともに、宮津市学力向上プランに基づき、漢字・能力検定、英語検定の受験料補助や、児童の学習状況や課題に応じた個別支援を行う算数・学び定着サポーター配置の継続、家庭でのオンライン学習に向けたモバイルルーターの貸し出し開始などにより、質の高い学力の充実。 向上に取り組みましたまたコロナ禍における原油物価高騰対策として学校給食にかかる保護者の負担増加を抑制しましたさらには少子化による学校等の小規模化が見込まれる中持続可能な質の高い教育の推進に向けて有識者や保護者等による学校施設等の在り方検討委員会を開催しこれからの時代に求められる 学校学校施設の在り方について提言をいただくとともに第2次宮津市立小中学校の再編計画北部地域編に基づき養老小学校を府中小学校に再編することに関して保護者および地域との協議を再開しました次に重点プロジェクトの2つ目宮津の宝を育むチャレンジプロジェクトでございます 地域で活躍する人材を育成するため、引き続き地元金融機関、商工、会議所、専門家等と連携して、未来、転居塾を開講し、時代を担う9人の若手人材を育成するほか、チャレンジ応援補助金、創業等支援補助金により、創業、第二創業、新たなものづくり等を行う企業等の支援を行いました。次に、 人材が活躍できるる環境を整えるため、世界遺産富士山やモンサンミッシェルといったすでに世界遺産に登録されている地域と連携した記念シンポジウムや国際オンラインカンファレンス天の橋立名勝100年特別名勝70年の記念授業として天の橋立で国際的ソプラノ歌手の田中綾子さん主演のモノオペラガラシャを開催し 今後の天の天橋立て世界産登録に向向けて国際的認知度の向上や機運情勢を図りました,また歴史文化を生かした観光まちづくりの実現に向け文化財等の歴史文化資源を観光活用するため歴史文化資源および体験コンテンツを紹介する高画質映像および VR 映像等を作成いたしました。 観光推進については、宮津市観光戦略に基づき、顧客満足,満足度および観光消費額の向上を図るため、観光庁の地域一体となった観光地の再生、観光サービスの高付加価値化事業を活用し、観光関連事業者が取り組まれた総額11億円を超える宿泊施設、観光施設等の高付加価値化改修への取り組みを支援するとともに、 の橋立てサウナをはじめとした地域周遊を即す実証事業や外部人材を活用しながら上宮津地区、府中地区、浦地区において地域資源を活用した観光プログラムの造成に取り組みました徴工業農林水産振興においては引き続きコロナ禍から脱却するためのデジタル化への投資新たなものづくりや創業第二創業等に チャレンジする取り組みを支援し、将来にわたり活躍する人材、企業の育成を図るとともに、対話学園との連携を進化させ、京都調理師専門学校学生レストラン in 宮津の開催や、市内事業者と連携した新たな看板メ,メニューの開発などによる美食のまちづくりを進めました。合わせて宮津真心市の魅力向上のためのパンフレットや動画の作成、 イベント出店、ふるさと納税返礼品への登録など、地元農産物の販売力を強化するとともに、丹後海陸交通と連携した観光船の活用により、宮津真心市への野菜等の集荷につなげ、域内の流通促進を図ることができました。加えて、令和4年4月にグランドオープンの対宮津ヨットハーバーを中心とした 宮津対海町フェスタの開催などによる、対臨海エリアの新たな賑わいづくりを進めるとともに、島崎ウォーターフロントエリアについては、民間事業者へのヒアリングの結果、民間資本導入の検討エリアに、ポテンシャルの高い道の駅を含めることで、再開発の可能性が高まるとの評価を得たことから、 今年度はさらに幅広い業種の事業者にアプローチ、ヒアリングを行い、地域活性化に資する構想計画の立案を進めてまいります。次に3つの重点事項への対応でございます。1つ目の重点事項、環境対策については、宮津市環境基本計画に基づき取り組みを進め、脱炭素社会の構築では、 再生可能エネルギーの普及、活用に関する調査等として、グリーンスローモビリティの導入に向けた調査、および受賞計画の検討、温泉水源探査および温泉熱利,用熱利活用の検討、浜町立体駐車場およびその周辺施設における太陽光パネルの設置に向けた調査、基本設計を行いました。 また資源循環を基調とした社会への転換では将来への良好な環境を引き継ぐため令和5年1月にプラスチック等資源循環の促進等に関する条例を施行したほかごみの減量化資源化に関する調査を行いました SDGs の推進では SDGs の理解を深めるとともに私たちにもできる取り組みについて SDGs セミナーを開催したほか 国の SDGs 未来都市の選定に再挑戦し、本年5月にその選定を受けたところでございます。2つ目の重点項目、行政 DX については、昨年12月に宮津市 DX 推進計画を策定、外部人材活用による体制強化のもと、市役所の窓口サービス等の高度化・向上、内部業務の効率化・高度化など、 市役所のの新たな価値の創造に向けてて取りり組みを進めております三つ目の重点事項施設長寿命化等の公共施設マネージメントについては宮津市公共施設再編方針に基づき地元や関係者の皆様と対話しながら進めている中令和4年度末においておおむね令和7年度末までを実施目標とするフェーズ1のうち 33%が達成できたところであります。一方、長寿命化では、個別施設計画に基づき、宮津ターミナルセンター、立体駐車場及び養老地区公民館の実施設計等を行ったところであり、今年度はそれぞれ改修工事を行っております。また、市役所庁舎の在り方検討では、広く市民の皆様からアンケートによる意向をお聞かせいただくとともに、 若い世代による未来の庁舎を考える市民会議を設置し様々なアイデアや視点をいただきましたこれらを踏まえ今年度設置した庁舎等基本構想検討委員会において検討を進めてまいります次に市民との共同においては第7次総合計画に掲げる将来像共に作るみんなが活躍する豊かな街宮津の実現に向け5つの視点の1つ 市民共同を大切に各地域を超えた連携の在り方、方法等や地域コミュニティの在り方を一緒に考えていくため、地域懇談会などを開催しました。最後に、令和4年度決算の規模、収支状況及び財政指標についてであります。まず、一般会計は、歳入決算額が前年度比で1.5%減の122億 万円、歳出決算額は0.3%増の119億3393万円歳入歳出差し引きで2億9087万円の黒字実質収支で2億8398万円の黒字となり実質収支黒字のうち1億円について地方自治法第233条の2 し書き書きの規定ににより、り財政調整基金金決算常用金積立を行っておりま,すまた土地・建物造成事業をはじめとする13の特別会計は歳入決算額が前年度比0.3%増の55億3699万円歳出決算額は0.2%増の55億4287万円となり 歳入歳出差し引きで588万円の赤字、実質収支も588万円の赤字となりました赤字となった会計は土地建物造成事業特別会計であり赤字額1億3795万円については翌年度歳入を繰り上げて重要しました次に主要な財政指標についてでありますまず 財政力指数でありますが令和4年度単年度の値は前年度同値の0.379で令和2年度からの参加年平均値は0.395となりました次に経常収支比率は前年度から3.6ポイント増加し97.2%に実質公債比率参加年平均は 1> 1. ポイント減少し14.9%に将来負担比率は19.6ポイント減少し158.6%となりました最後に土地建物造成事業特別会計と2つの企業会計で用いる資金不足比率はいずれも資金不足は生じていないという結果となりました以上決算の規模や収支状況 財政指標について申し上げましたが、今年度は令和元年度から令和5年度までの5年間における約41億円の収支不足を解消するため、平成30年度に策定した財政健全化に向けた取り組みを着実に進めるとともに、令和3年度から令和12年度までの10年間における行財政運営の基本的な指針として策定した宮津市第2期 行財政運営指針の2年目として、先ほど申し上げたさらなる人件費の削減、DX の推進、私有財産の有効活用、持続可能な行財政運営有識者会議での行政サービスの在り方検討などに加え、建設詳細発行キャップの遵守、財政調整基金への積立子ども・若者未来応援基金及び 庁舎整備基金の新規造成など、安定した行財政基盤の構築に取り組んでまいりました。また、これらの取り組みに加え、昨年と同様、国の臨時経済対策による普通交付税の追加交付などの特殊要因もあり、依然として極めて高い水準であるものの、実質公債費比率や将来負担比率等の財政指標は改善するとともに、基金残高は、 3年連続で増加、被災残高についても2年連続で減少に転じるなど、財政健全化に向けて着実に歩みを進めることができたと考えております。次に、公益業会計についてご説明を申し上げます。はじめに、議第68号令和4年度宮津市水道事業会計利益の処分および決算の認定についてでございます。 経営状況につきましては、損益勘定において、対前年では563万3千円の減となったものの、1億3148万5千円の純利益となり、これに前年度からの繰り越し利益剰余金およびその他の未処分利益剰余金変動額を加えた、当年度の未処分利益剰余金は、1億7759万2千円でありました。 この利益の処分につきましては、決算認定と合わせ、議決をお願いするものでございます。資本的収支の状況は、3億2346万8千円の不足が生じたため、建設改良積立金4000万円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額4541万7千円、損益勘定留保資金 2億3,805万1,000円で補填をいたしました。え続きまして、議第69号、令和4年度宮津市下水道事業会計決算の認定について、ご説明を申し上げます経。経営状況につきましては、対前年度比127万5,000円の増となったものの、1,146万3,000円の純損失を計上することとなり、 当年度未処理欠損金は10億2万2千円でありました資本的収支の状況は2億9202万2000円の不足が生じたため消費税および地方消費税資本的収支調整額758万6000円損益勘定留保資金2億8443万6000円で補填をいたしました。 以上、令和4年度各会計の決算の認定、利益の処分に関わる説明とさせていただきます。え最後になりましたが、今後におきましても、宮津市第2期行財政運営指針に基づき、将来にわたる安定した行財政基盤の構築に、不退転の決意で取り組むとともに、市民の皆様の声をしっかりと聞きながら、共に作る、みんなが活躍する豊かな街、宮津を目指し、 一人一人が主人公として活躍する持続可能な街を築いていけるよう、分骨最新、当たってまいる所存でございます。ご理解とご協力をお願い申し上げます。次に、監査委員から、 16件に係る審査意見の報告を願います。中村代表監査委員令和4年度の決算審査につきまして審査報告をさせていただきます地方自治法及び地方公営企業法の規定に基づき 市長から審査に付されました、令和4年度宮津市一般会計、13の特別会計、基金運用状況、並びに水道事業会計、下水道事業会計、決算につきまして、監査委員を代表いたしまして、審査の方法と結果についてご報告をいたします。審査につきましては、それぞれの決算書及び付属書類が 地方自治法等関係法令に準拠して作成され、かつ係数が正確であるか、歳入は予定された通り確保されたか、また歳出は予算の議決の趣旨に沿って適正かつ効率的に執行されたかなどを重点に関係所長部と称号したほか、関係職員から説明を聴取し審査を行いました。審査結果につきましては、 すべての会計におきまして、決算書等は関係法令に準拠して作成されており、その係数は正確で予算の執行及び関連する事務の処理についても適正に行われておりました。基金の運用状況につきましても適正に運用されているものと認められました。また、財政健全化法に伴う各比率につきましても 書類が適正に作成さされてておりまましたたののでその旨ご報告をさせていただきます令和4年度一般会計の決算状況は国の経済対策等による普通交付税の増額や資税等収入の予算見込み以上の増収に加え財政健全化の取り組みによる人件費の減少などにより実質収支で2億8398万円の黒字が 確保されました。交差費につきましては第2期行財政運営指針における地方債発行キャップのもと建設地方債の発行抑制等により一般会計の年度末被災残高は158億6,228万円と2年連続の減額となりました一方将来の負担に備えるための基金については 年度末の残高は特別会計も合わせて前年度より8億2010万円増の20億1238万円となりました特に財政調整基金については4億3800万円を積み立て6億5012万円となりましたまた子ども若者未来応援基金及び庁舎整備基金の新規造成にも取り組まれました 次に、市税、使用量等の収入未採額についてであります。市税や使用量等に多額の収入未採額が存在している現状は、本市の財政に大きな影響を与えているとともに、市税等を納付していただいている市民から見ますと、理解し難いものであります。年度末の公営企業会計を含む全会計の市税等の収入未採額は、約 2億2200万円で前年度と比べて約2400万円の減額となっておりほぼすべての税等において前年度に続き改善が見られましたこのことは令和3年度に副市長を本部長とした大納対策本部が設置され全庁的な招集確保体制の構築を図るとともに各債権担当職員による 体能対策プロジェクトチームが編成され、体能対策の強化と、強化の取り組み成果が着実に現れているものと、高く評価すべきと考えております。特に令和4年度においては、体能整理マニュアルの策定による、前兆的な統一対応や、各種研修会へのプロジェクトチーム委員の積極な、積極的な派遣と、研修参加者による報告会の実施、 また、預金等の差し押さえのの実実施など、体能対策の充実を図られてきましした。しかしながら多額の収入未採額が本質の財政に大きな影響を与えている状況は変わらないことから引き続き滞納対策本部の事業展開を中心に債権発生時における早期の取り組みを強化するとともに滞納繰り越しとならないよう 現の部分の確実な回収に取り組まれることを強く望むものであります。また、安易な事項等来による不能欠損処分を行わないよう、不能欠損額の縮減に向けた有効な対策を期待をいたしております。次に、財政健全化判断比率についてであります。財政健全化判断比率である実質交際比比率、将来負担比率につきましては、 徐々に改善しているものの、依然として厳しい比率に変わりはありません。府内市町村の中でも突出した数値であるため、さらなる財政健全化に努めていただきたいと思います。最後に、今後の財政状況は、厳しいまでの人口減少や少子高齢化、公共施設の老朽化に伴う改修や更新、また、物価高騰対策やウィズコロナ、 ポストコロナ時代への対応など様々な課題に直面する中で依然として厳しい状況が続くものと予測されます宮津市第2期行財政運営指針による体質改善に最大限の努力をされ第7次宮津市総合計画の本市が目指す将来像である共に作るみんなが活躍する豊かな街、宮津の実現と さらなる宮津市の発展に向けて力強く推進されることをご期待申し上げます。以上、決算にあたりましての審査結果と監査員の意見といたします。詳しくは審査意見書に記載いたしておりますのでご覧いただきたいと存じます。ありがとうございました。 日程第5議第70号を議題といたします提案理由の説明を願います木崎市長ただいま議題となりました議第70号固定資産評価審査委員会委員の選任につきまして提案理由のご説明を申し上げます 議案参考資料の1ページも合わせてご覧ください固定資産評価審査委員会の委員は地方税法等の規定により市町村の議会の同意を得て市町村長が選任することとなっており定数は3人任期は3年と定められておりますこの度、委員のうち小島茂さんの任期が令和5年9月30日で満了することから新たに 田中さんは長年金融機関にお勤めであったことから不動産評価について豊富な知識と経験を持っておられ委員として適任であると考えております任期は令和5年10月1日から3年間でありますご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます これより質疑に入ります。ご質疑はありませんか質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。お諮りいたします。本件については委員会付託を省略することにいたしたいと思います。ご異議はありませんか異議なしと認めます。本件については 委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。本件に対し反対その他のご意見はありませんか意見なしと認めます。これで討論を終結いたします。議第70号を採決いたします。お諮りいたします。本件は 同意することにご異議ありませんか異議なしと認めます。本件は同意することに決しました。日程第6、議第71号を議題といたします。提案理由の説明を願います。木崎市長。 ただいま議題となりました議第71号教育委員会委員の任命につきまして提案理由のご説明を申し上げます議案参考資料の2ページも合わせてご覧ください教育委員会の委員は地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により4人の委員をもって組織し任期は4年と定められております この度委員のうち藤井陽子さんの任期が9月30日で満了することから藤井陽子さんを引き続き任命することについて議会の同意をお願いするものでございます藤井さんは令和元年10月1日から教育委員としてご就任いただいており高潔な人格に加えて教育学術および文化に優れた執権を有しておられ委員として適任であると考えております 任期は令和五年十月一日から四年間であります。ご同意賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。これより質疑に入ります。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件については、委員会付託を省略することにいたしたいと思います。ご異議ありませんか異議なしと認めます。本件については、委員会付託を省略することに決しました。これより、討論に入ります。本件に対し、反対、その他のご意見はありませんか 意見なしと認めます。これで討論を終結いたします。議第七十一号を採決いたします。お諮りいたします。本件は同意することにご異議ありませんか異議なしと認めます。本件は同意することに決しました。日程 第7議第72号を議題といたします提案理由の説明を願います木崎市長ただいま議題となりました議第72号人権擁護委員候補者の推薦につきまして提案理由のご説明を申し上げます議案参考資料三ページも合わせてご覧ください 人権擁護委員は人権擁護委員法等の規定により、あらかじめ議会の意見をお聞きした上で市町村長が推薦し、法務大臣において委嘱されることとなっており、定数は7人、任期は3年と定められております。この度、委員のうち、泉和美さん、森島淳子さんの任期が令和5年12月31日で満了することから、引き続き おお人をを委員ととしてて推薦すすするることについいい議会のの同意をお願いするものでございます泉さんは平成23年10月から4期12年森島さんは平成30年1月から2期6年人権擁護委員として職務に政令いただいており人格、執権とも優れた方で委員として適任であると考えております任期は令和6年1月1日から3年間であります ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げますこれより質疑に入りますご質疑はありませんか質疑なしと認めますこれで質疑を終結いたしますお諮りいたします本件については 委員会付託を省略することにいたしたいと思います。ご異議ありませんか異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。本件に対し反対、その他のご意見はありませんか意見なしと認めます。これで討論を終結いたします。 議第72号を採決いたします。お諮りいたします。本件は同意することにご異議ありませんか異議なしと認めます。本件は同意することに決しました。日程第8議第73号及び議第74号の 二件を一括して議題といたします。提案理由の説明を願います。宮崎総務部長。私から、議、第七十三号。 阿佐野区域及び名称の変更につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。議案参考資料の4ページも併せてご覧ください。本議案は、国土調査法に基づき、平成30年度に実施をいたしました由良地区の一部の地籍調査の成果によりまして、阿佐野区域及び名称の変更の必要が生じたため、地方自治法第260条第1項の規定によりまして、議決をお願いをするものでございます。 その内容につきましては、別紙、麻布区域及び名称の変更調書、に記載のとおりでございます。以上、誠に簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、可決賜りますようお願いを申し上げます。 山根市民環境部長私から議第74号、宮津市廃棄物の減量化および適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正につきまして、 提案理由のご説明を申し上げます。議案参考資料6ページも合わせてご覧ください。今回の改正は、令和5年10月からの大型ごみの個別収集廃止に合わせ、高齢者等の大型ごみの運搬が困難な方に対し、セーフティーネットの体制を整えることとしていましたが、 調整がつかなかったことから、大型ゴミの個別収集を継続しようとするものでございます。施工日は交付の日としております。以上、誠に簡単ではございますが、提案理由のご説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 日程第9、議第75号を議題といたします。提案理由の説明を願います。木崎市長私から、議第75号、令和5年度宮津市一般会計補正予算第4号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 今回お願いをいたしております補正予算は、特に早期の事業着手が必要な原油価格、物価高騰対策について計上したものであり、歳入、歳出ともに8140万円を追加し、予算の総額を121億1232万3000円とするものでございます。 生活支援、地域経済活性化対策として、プレミアム付き商品券の発行支援に7000万円を計上いたしております。子育て支援対策として、子育て世帯及び出産を迎える世帯への商品券の配布に1140万円を計上いたしております。以上が歳出補正予算の概要でありますが、その財源は全額国庫出金の特定財源といたしております。 以上、誠に簡単でございますが、よろしく御審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。ここで、議案熟読のため、約15分間休憩いたします。休憩前に引き続き、会議を開きます。これより、質疑に入ります。 ご質疑はありませんか質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。本件は予算委員会に付託いたします。本件付託の予算委員会開催のため、ここで暫時休憩いたします。 休憩前に引き続き会議を開きます。予算委員長から議第75号の審査が終了した旨の報告がありましたので、これを日程に追加し議題といたしたいと思います。ご異議ありませんか異議なしと認め、これを議題といたします。委員長の報告を願います。予算委員長、坂根英六さん。 ただいま議題となりました議第75号令和5年度宮津市一般会計補正予算第4号につきまして審査の経過と結果をご報告申し上げます。当委員会はこの本会議休憩中に委員会を開催し所管の部課長等の出席を求め審査を行いました。プレミアム付き商品券の発行支援について商品券の購入は市民限定としないのかまた 高齢者や弱者など市民生活を守る生活支援の側面から希望する市民が優先的に購入できる仕組みにできないのかとの質疑がありこの事業は消費喚起と市内事業者支援を目的としており事業対象者の範囲の拡充を行うものである負の補助を受けるためには2月10日の事業完了が必要でかなりタイトなスケジュール,スケジュールとなるが 地方については、商工会議所とも調整し、検討していきたい、との答弁がありました。印鑑討議においては、プレミアム付き商品券の、えー、発行支援について、市民生活を守るという目的もある中、例えば、市民が優先的に購入できる期間を設けるなど、希望する市民にしっかり行き渡るよう、えー、創意工夫し、市民生活支援につながるよう、十分配慮したものとされたい。 との意見が交わされました。採決の結果、えー、全員賛成で原案可決を決しました。以上で報告を終わります。ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 ご質疑はありませんか質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。これより討論に入ります。ただいまの委員長報告に対し、反対その他のご意見はありませんか意見なしと認めます。これで討論を終結いたします。議 第75号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長報告のとおり、決することに賛成の皆さんは、起立を願います。起立全員であります。本件は委員長報告のとおり、可決されました。日程第10、議 第76号及び議第77号の2件を一括して議題といたします提案理由の説明を願います木崎市長私から議第76度6号及び議第77号の令和5年度補正予算関係2件につきまして 提案理由のご説明を申し上げます今回お願いをいたしております補正予算は一般会計および介護保険事業特別会計で総額2億5909万3000円を追加するものでございますまず一般会計補正予算第5号についてでございます歳入歳出ともに1億5266万3000円を追加し予算の総額を122億6498万6000円とするものでございます 市の令和5年度宮津市9月補正予算第5号案の概要も併せてご覧いただきたいと存じます最初に原油価格物価高騰対策であります子育て支援対策として第3子以降の児童を対象とする多子世帯への支援給付金に2950万円を計上いたしております次に公の施設 住民の利用に供する施設に対する物価高騰対策であります。自治会が行う集会施設の省エネ設備等導入への支援に750万円、都市公園及び小・中学校の照明 LED 化に3870万円を計上いたしております。次に若者が住みたいまちづくりプロジェクトであります。京都府の 子どもの教育のための総合交付金事業の採択を受け ICT を活用した教育環境の充実に496万円不登校児童生徒への支援の充実に430万5千円を計上するほか、帰欠予算における財源補正を行っております次に地域経済力が高まるまちづくりであります京都府の補助採択を受け 農業者が行うスマート技術導入等への支援に582万2千円を計上いたしております次に住みたい住み続けたいまちづくりであります民間保育園等が行う医療的ケア児の保育体制整備への支援に541万6千円国の補助採択を受け認定こども園が行う施設整備への支援に2430万円を計上いたしております 次に、健康で生き生きと幸せに暮らせるまちづくりであります。京都府の補助採択を受け、特別養護老人ホームが行う施設整備への支援に104万9000円を計上いたしております。このほか、令和4年度に受け入れた国府支出金等の生産に伴う整理を行うとともに、戸籍及び生活保護関連のシステム改修経費、 一人親家庭への職業訓練給付金及び入棟税の決算に基づく観光振興基金への積立金等を計上いたしております。以上が歳出補正予算の概要でありますが、その財源は国庫出金等の特定財源を1億2,309万7千円、くるこし金等の一般財源を2,956万6,000円としております。 次に介護保険事業特別会計補正予算第1号についてであります令和4年度決算に基づく国府支出金の生産等所要の整理を行っております以上誠に簡単でございますがよろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます 日程第十一、市議第六号を議題といたします。発議者から提案理由の説明を願います。議会活性化委員長、横川、議会運営、失礼しました。議会運営委員会委員長、横川秀也さん。 はい、失礼いたしますえ。ただいま議題となりました、市議第6号につきまして、お手元に配布の案文を朗読して、提案理由のご説明といたしますえ。建設アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を求める意見書案でございます。2021年5月17日、最高裁判所は、 建設業従事者のアスベスト被害について国の責任と大手アスベスト建材製造企業10社の賠償を認める判決を言い渡した同判決等を踏まえ特定積面被害建設業建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律各個建設アスベスト給付金法が成立2022年1月から 国の拠出による建設アスベスト被害者に対する給付金制度が開始された。しかし、給付金支給対象者は限定されており、アスベスト建材製造企業による保障のあり方も定められていない。また、大気汚染防止法等のアスベスト関連法の改正により、規制が強化され、 2022年4月から一定規模以上の工事は事前調査結果の報告が必修となり2023年10月からは有資格者による事前調査が義務付けられたしかしこのように規制を強化してもそれを逃れるために違法行為が行われると国民や建設業従事者の健康被害も心配されることから アスベストに関する監視指導体制の強化についても合わせて求められているところである。ついては国においては次の通り対策を求める。1、アスベストによる健康被害者の治癒や進行抑制に効果のある治療法の研究開発を促進し、そのための安定的な予算を確保すること。 二、建設アスベスト給付金法不足第二条に基づき、アスベスト建材製造企業による保障も含め、被害者の救済制度の充実を図ること。三、アスベストに関する被害者の治癒を最優先し、隙間ない救済を図るため、被害者等の実態を把握し、適切に給付金制度の見直しを図ること。 4. 大気汚染防止法による建物解体などにおける飛散防止対策について、地方公共団体が監視体制及び適正処理等の指導体制を強化するための財政支援を行うこと。5. 住宅建築物安全ストック形成事業、各個住宅建築物アスベスト回収事業について、 レベル1建材のみならず、レベル2、レベル3建材も対象にするなど、建築物の所有者等に対する調査・除却費用の補助制度を拡充すること。6、アスベスト被害を国全体の課題と捉え、国民や事業者に対し、アスベストによる健康被害、 アスベスト関連法の改正の周知徹底を図ることに加え、飛散防止対策の実施状況調査、実施状況調査を強化すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。以上でございます。議員の皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ただいま議題となっております本件については直ちに採決をいたしたいと思います。ご異議ありませんか異議なしと認め直ちに採決をいたします。本件は原案のとおり決することに賛成の皆さんは起立を願います。起立全員であります。本件は原案のとおり可決されました。 議決されました意見書の軸並びに取り,取り扱いについては、委員長に一任を願います。以上で本日の日程は全て終了いたしました。次回本会議は9月7日午前10時に開きます。本日はこれで参加いたします。ご苦労様でした。